やってきました。掛川本陣通り。こちらね、静岡県掛川市の連雀商店街の中にあります。飲み屋街になってます。いろいろありますよ。いろんなお店が入ってます。鶏肉のお店、おでん屋さん、ホルモン、焼き鳥屋さん、手羽先屋さん、お、これはなんだ、ラーメンか。お、焼き鳥屋さん、さあこちらでございます。一番奥にラーメン屋さんが入ってます。ラーメンバー前田組、やばい、ここだけ混んでる、めちゃくちゃ混んでる。はい、メニューはね、ラーメン、白ごま担々麺、黒ごま担々麺ね、濃厚はプラス100円、あとはね、醤油ラーメンとね、味噌ラーメンもあります。トッピングはね、受付してません。白いご飯はね、200円であります。あとはね、フードがね、いろいろある。炭火地鶏、チキン南蛮、フライドポテト、タコカラ、イカリング、エビセン、そんな感じね。でね、超おすすめがね、チキン南蛮、宮崎地鶏っていうことなんで、これも頼んでみます。あとはね、とりあえず一品、ネギチャーシュー、チャーシューメンマ、餃子、ポテサラ、ジャンジャ、チョコ盛り、塩昆布、きゅうり、赤ウインナー、そんな感じでメニューあります。限定でね、600円、麻婆豆腐もあるよ。店内はね、カウンターがあって、まあカウンターだけなんだけど、1、2、3、4、5、6、カウンター7席でやってます。あとはね、外にも食べれるスペースがあります。そんな感じでございます。来たよ来たよ、ほらこれがね、白ごま担々麺でございます。ごまのいい香り。それではいただきます。白いスープからね。うん、ごまがすごいね、めっちゃ効いてる。濃厚にしたからね、超濃厚。ラーメンはどうかな。麺はね、固めでいいね。スープうまいね、ごくごく飲んじゃう。もやしもたっぷり、この方が美味しいね。まあ、担々麺だけどね、辛さがねないんで、むしろ甘いんで、めちゃくちゃ食べやすい。肉もたっぷり。ありがとうございます。はい、追い飯来ました。入れちゃいます、ご飯。ありがとうございます。ほら、こんな感じ。絶対うまいでしょ。
しやるの忘れてた。ちょっと味変。これはね、大根かな。うん。お、味噌おでんの大根みたいな感じね。うん。これは、カレーポテト。そんな感じ。葉っぱ。これは、きゅうりのサラダ。はい、来たよ。これ、チキン南蛮。これも美味しそうだね。いただきます。こんな感じ。自家製タルタルってめっちゃ独特なんだけど。うまっ。具だくさんのタルタル、ご飯とタルタル一緒に食べていきます。うん、このチキン南蛮の鶏肉がねめちゃくちゃ柔らかい。柔らかさが半端じゃないね。これこれうますぎてさ、ワクワク一気に食べちゃう。はい、トマト。やば。もうね、究極にお腹いっぱいになっていた。まさかの腹パンです。さあ、ラストスパート。追い飯をね、もう一杯頼もうと思ったけど。もう全然入んない。無理だね。一杯でちょうどよかったです。はい、完食。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱい。究極にお腹いっぱい。まさかね、ご飯もう一杯ぐらいいけると思ったけど、全然いけなかった。まあ、ラーメンも結構量あったしね。チキン南蛮美味しかったな。まあ、追いご飯もね、おじや風にしたのもね、美味しかった。まあ、先日ね、コメントで、前田組さんもね、行ってみてっていうコメント入ってたんでね、まあずっと来たいと思ってたんですけど、来れてよかったです。ということでね、本日は静岡県掛川市本陣通りにね、新しくできましたねラーメン屋さん、前田組さんからでした。バイバイ。